今回はサンバーのドライブシャフトブーツの交換を動画でお伝えしたいと思います。左の前側のドライブシャフトブーツなんですが、このように割れてしまってグリスが出ているというそんな状態になってしまっています。今回これをね、取り外して新しいものを DIY で交換する、その手順をねお伝えしたいと思います。まず最初に純正のこのドライブシャフトをね止めているステンレスのバンド、これを取り外します。バンドのかしめてある場所をこのようにマイナスドライバーでこじりながら持ち上げます。バンドはつなぎ目がないので、持ち上げた状態でニッパー等で切り取って外します。内側も同じように、バンドで止まってますので、これも、ニッパー等で外します。次に純正ブーツを外しますが、当然シャフトの方に通してあるのでそのままでは取り外しができません。それなのでね、このようにカッターで切り取って外します。グリスがついてるので、結構滑れるというような、ね、感じがあるので、ここはね手を切らないような感じで注意した方がいいと思います。カッターを使ったりハサミで切ったりして取り外しをしました。残っているグリスはすべてね拭き取るというような感じでね掃除をしていきます。パーツクリーナーで全体をねクリーニングしておきました。中のグリスを完全に抜き取るというところまではねしなくてもいいと思うんですが、古いグリスはねなるべく取った方がいいと思います。それと破れている状態で多少走っているということでもあるので中にその砂とか水分がね入っている場合があるのでその辺は十分拭き取るというようなそういう形にしました。シャフトブーツがかぶさっている部分とこの外側のね境のあたりが少しそのサビと汚れがついていてちょっと浮いてるのでねその浮いたサビを削り取りします。完全に地肌が出るまで磨き上げるというね、そこまでは必要ないと思うんですが、段差になっているところはなるべくね、きれいにしといた方がいいと思います。段差がね、なくなっていることを確認しています。次にグリスをね少し注入することにしました。本来はブーツをね組み付けてから隙間から、注入するというような、そういう手順で説明書の方にも書いてあったんですが、ブーツをつけてしまうとその中のそのベアリング部分に押し込むというのがちょっと難しくなるので最初はつけてない状態で3分の1ぐらいは注入するような形にしました。
外側に塗っただけだとね、あの中に入り込まないので、少し 指でね、あの押し付けるような感じで、グリスの方を注入していきます。次に新しいこのドライブシャフトブーツを組み付けしていきます。このようにね、あの分割式になっているので、まあ、この開いた状態でシャフトの方にかぶせます。シャフトブーツの組み付け部分に接着剤を注入していきます。ドライブシャフトブーツの溝の部分に接着剤を流し込んでいくんですが、この分割式ドライブシャフトブーツは溝の部分と出っ張りの部分で合わさるというような、そういう形になっています。それなので組み付け時に溝の部分を下側にするという必要が出てきます。これ左側のドライブシャフトなんですが、この場合は後ろ側の方に合わせ目を持っていって上から流し込むと、そういう形になります。仮にこれが右側のドライブシャフトだった場合は180度と反対側方面、すなわちあの前側の方に合わせ目を持っていって、上から流し込むと、そういう必要性があります。接着剤は結構緩いので、この点はね、あの注意して流し込んだ方がいいと思います。接着剤を流し込んだら、合わせ目をしっかりあのパチンとはまる位置までね、押さえつけてしっかりと貫合をさせます。次に合わせ目を加熱するというあの手順が必要なので、付属のこのようなあの発熱する回路みたいなね、もので加熱をします。ドライブシャフトブーツの合わせ目を上側に持っていって上からかぶせるような感じで装着の方をします。回路の両面が接着面になっているので、このようにあの包むような感じで加熱をしていきます。参考までに温度を測ってみたんですが、55、6度ぐらい、かなりね、あの普通のその回路と比べて高温になるという、そういうものです。そしてこのまま8分以上置きます。しっかりあの加熱をして、結局あの10分以上ね、あの放置をしておきました。回路の方はね、これ外してもまだかなり熱いというような、そういうものなので、処分の方はね、気をつけた方がいいと思います。接着面がしっかりついているか、少し引っ張ってね、固定具合を確認します。このドライブシャフトブーツは、ブーツとシャフトの間にこのようなあのブッシュをね、差し込むような感じになっていますので、これをまず組み付けをします。ブーツとブッシュの間の滑りが悪いので、グリスを少し塗っておきます。
このようにシャフトの方にブッシュを通して、そしてあの外側の方にスライドしていきます。シャフトには溝がついているので、収まる位置というのはもう1箇所しかないので、そこにあの落とし込んだ状態で、ブッシュの方を差し込んでいきます。当然あのグリスが漏れないようなね、形にする必要があるので、この辺は非常にきつくてぴったしな構造になっています。まあ無理せずちょっとずつ送って、まあ定位置の部分に組み付けるという、そういう形にしていきます。はめ込んだらシャフトを回して、その位置がねあのずれてないか、しっかり確認の方をしていきます。ブーツの固定はこのようなステンレスバンドを使用します。変わった構造をしているので、少しねあの構造をよく理解しながら、回転方向、向きに注意して組み付けをします。サイズがぴったりなので、組み付けづらさはあるんですが、このようにねあの定位置の部分に引っ掛けて押し下げると閉まるというような、そういう仕組みになっています。バンドを押し付けると、締め付けられるというようなそういう仕組みになっていますので、その状態を保持しながらラジオペンチで爪を折っていきます。最後はかしめの部分をね金槌で少し叩いて締めるようにします。シャフト側の固定が終わったら、残りのグリスをすべて注入していきます。回しながら押し付けるような感じでね、グリスの方は注入していきます。次に外側のブッシュをはめ込んでいきます。これもあの滑りが悪いのでね、外側にはグリスを薄く塗っておきました。外側のブッシュは厚さが薄いので内側のブッシュよりも組み付けしにくさというのはあります。それでもあの定位置にしか収まらないので、まあここはあの焦らずちょっとずつねあの送り込むという感じではめていきます。それとブッシュの合わせ目は、このブーツの合わせ目と180度反対側というような位置でねあの組み付けた方がいいと思います。
はい、回してね、あの位置を確認して、定位置の方に組み付けができました。ブーツの外側も同じようにバンドで締め付けをします。バンドの構造は同じで、支点の部分にバンドを引っ掛けて押し込むことにより締め付けるというような、そういう感じです。バンドの端の部分をこのようにドライバーで押さえてラジオペンチでかしめていきます。最後の折り込みはこのようにね、あの木の棒とかあの竹の棒みたいな、こういう硬いものでね、爪を折っていきます。ここはあのドライバーとかでね、あんまり強く締め付けて、まあドライバーが滑った時にブーツに当たって穴を開けてしまうとか、そういう恐れがあるので、まあこのようなあの木の枝みたいなねもので、押さえつけた方がいいと思います。貫通ドライバーで、若干ちょっと締め付けて、最後は金槌で軽く叩いておきます。はみ出たグリスは拭き取っておき、回転させて組み付け状態を確認します。特にブーツがよれてるとかね、そういうことはないので、これでいいと思います。はい、それでは以上、分割式のドライブシャフトブーツの交換方法の手順でした。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。